こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。手相をご自分で見る時のポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日はお金の管理や投資に向く人の手相、向かない人の手相というテーマでお話しさせていただこうと思います。要はお金に対しての考え方が堅実かどうかという観点になります。それらを導くものとして3つの観点から調べることができます。自分のお金の向き合い方を調べるバロメーターにもなるので、ぜひ使ってみてください。それでは解説に移っていきます。1つ目は、無意識に出す時の指の開き方で判断できます。手を出してみてと急に言われた時に、親指以外の4本の指がくっついているような人は、計画性があり金銭にも細かく堅実なタイプだということが言えます。なのでお金の管理や投資に向いているタイプと言えます。バランスの取れた考え方の人で、平和主義者でもあります。何事も万能にこなせる人で、着実に社会的地位も向上していくと考えられます。反対に5本の指を大きく広げている人は、浪費家であり楽観的で、お金の計画性がないタイプになります。投資やお金の管理は少し向いていないと考えられます。ただ明るくポジティブな考え方なので、人気者の人が多いです。人気者がゆえに羽振りも良くなってしまうのでしょう。2つ目は、人差し指の下から小指へ向かって伸びる線、頭脳線から見ていきます。頭脳線から見るポイントとしては2つの観点があり、始まる視点がどこから始まるかという部分と、頭脳線の終点がどこに向かうかという点になります。まずは視点による違いについて解説していきます。頭脳線と大体同じような位置に始まる生命線というものがあります。人差し指の下から手首へ向かって伸びる線です。こちらとほぼ同じような位置に視点があるのであれば、考え方に偏りがなく、バランスの取れた堅実な行動をする人で、大きな失敗もなく着実に人生を歩んでいけるとされ、お金の管理や投資は共に向いていると考えられます。頭脳線と生命線の重なりが大きい場合、人差し指と中指の間から下に線を下ろしていただいて、そこよりも伸びている場合は重なりが大きいということになります。このような場合はじっくりと考えてから慎重に行動する人になり、とても用心深く石橋を叩いて渡るタイプになります。大きな失敗をすることはありませんが、時に慎重になりすぎてチャンスを逃してしまうといったことがあります。お金に管理には向いているかもしれませんが、投資は向いていません。頭脳線と生命線の起点が離れているというタイプの方は、好奇心旺盛で考えるより前に行動するタイプということになりますので、かなり浪費家のタイプになります。お金の管理投資にはあまり向いていないと言えそうです。ただ気前がよく太っ腹で、とても人の面倒見がいいので、人気者のパターンが多いようです。次は頭脳線の向かう方向による違いについてです。頭脳線が真横に伸びるような形になればなるほど、理想より現実のタイプになるので、お金の管理や投資に向いているタイプと言えます。さらに小指の方へ跳ね上がるような形になればなるほど、損得感情が強くなるので、よりお金への執着が強いので、お金の管理投資には向いていくと考えられます。ただし利益至上主義の面が強く出すぎると、人間関係では損してしまうので、その点は注意が必要でしょう。逆に頭脳線が月給という部分に向かうような形になればなるほど、現実よりも理想のタイプになります。こうなってくるとお金の管理はあまり向いていません。投資にも適性がなさそうです。ただし人からの信頼は厚いタイプになります。思いやりも強く、常に気を配っている人のため、人間関係は良好になります。お金の管理をする場合は、お金の管理ができる人をサポートするといったような立場が向いているでしょう。最後は薬指の下縦に落ちる線、太陽線と小指の下縦に落ちる線、財運線の出方で調べる方法です。どちらも 1,2 本の線ではっきり濃く刻まれているのであれば、金運も高く将来的な
お金もしっかりと残せる人だということを表しています。なのでお金の管理や投資には向いているタイプと言えます。反対に非常に薄い線で刻まれていたり複数線で現れている場合はあればあるだけ使ってしまっていたり浪費癖がついているということを表しています。ただこれらの太陽線財運線は非常に変わりやすい線でもあります。少し意識を変えていくだけで複数で現れている線は消えていったりするので節約を意識することでお金の管理や投資向きの人になっていけるでしょう。以上が本日の解説になります。手相は目に見える脳と言われています。脳で考えていることを精密に動かせる部分というのは手になります。自分の思考が変わってくれば手相も変化してくると考えられます。ぜひ手相を理解してもらい自分の適性を理解したり自分との向き合い方を見つけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にお知らせです。サブチャンネルで人相研究チャンネルというものをやらせていただいております。人相に興味があるという方はぜひそちらのチャンネルもチェックしてみてください。またオンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。